水野文也は、日本の政治活動家、維新の党所属、市川市在住、神奈川県横浜市出身、横浜国立大学教育人間科学部付属、鎌倉小学校、道中学校、神奈川県立光良高等学校卒業、1985年、横浜市立大学小学部卒業、日本証券新聞社記者、 ラジオ短波和歌山放送解説者を経て、1996年、ロイター通信入社。以後、経済担当記者として、取材活動、記事執筆、講演などを行う。2011年1月千葉県議会議員選挙で、市川市選挙区、みんなの党の公認候補として内定。4月、千葉県議会議員となる。2015年、 人気満了に伴い、千葉県議会議員選挙で再選を目指すも落選。その後、2019年4月の市川市議会議員選挙に無所属で出馬、候補者56人中54位で落選。学生時代に行政書士の資格を取得。趣味のクイズでは、高校時代に同級生で後にクイズ作家となる道た田けしとチームを組み、 クイズグランプリの高校生大会で優勝。その後、パネルクイズアタック25、アップダウンクイズ、タイムショックなどに優勝。クイズ王として知られ、豊富な雑学知識を活かして、クイズ作家の活動も行う。ありがとうございます。